こんにちは、ジャンゴです。あのですね、アルゼンチンピックアップガチャを30連したんですけど、星さんが一体も出なかった上に、あの動画が録画できてなかったんですよ。いやね、マジか。しかも30連回したせいでね、もう回せないんだよね。俺と伊沢と滝でチャンスを作るぜ。うわー、ちょっとショックだな。俺たちに任せろ。まあ当たりが出てなかっただけに、いやダブルでショックなだけだわ。でね、今回っていうか、まあガチャ取るの失敗しちゃったのはしょうがないとして、このさ、同盟選手機能、これさ、ちょっと予想以上に微妙なんだけど。っていうのも、まあ同じ名前で小学生中学生同士っていう選手でチームに入ってない選手について特訓ランク上げるごとに、まあ、1% ずつのボーナスと、星4星5で上げていくと 0.5% ずつで、最後まで育ててるとその選手の選手力の 5% が、まあ、チームに使ってる選手に加わるよっていう感じなんだよね。でさ、いや別にね、これはね、ガチャで爆死したからというか、しかも動画撮れてなかったからとかっていうことで言うわけじゃないんだけど、このさ、なんかこの機能ってもともと中学生がどんどん増えていく中で小学生選手の救済だよみたいなことを言ってた気がするんだけど、なんかこれだとさ、全然救済になってない気がするんだよね。っていうのも、はい、サブシナリオのオリキャラたちというかオリジナル選手たちが、なんて言うんだろうな、っていうか小学生の救済じゃなくて、ただオリキャラ殺しただけではないのっていうシステムになってない？これ、あのね、今ディフェンスで活躍してるこの石橋くんだとか、まあドリブル持ちだしそれなりに今強いから使ってるこのマリアとか、今ねサブシナリオのキャラ2体自分のチームには入ってるんだけど、この同盟選手ボーナスがね、どう見てもね、彼らを殺しにかかってるだけの仕組みにしか今思えないんだよね。一体どういうことなのっていう。マジで。なんかさ、もうちょっと他の方法なかったのっていう気がするんだよな、こういう感じになっちゃうと。まあ同じようなことを思ってる人多分他にもいると思うんだけど、ちょっと来すぎがうるさい。ちょっと来すぎうるさいって、っていうかさ、ここ触るとさ、まあプロフィール見れるんだけど、俺思ったのがさ、この全選手力ってあるじゃん。これって控えも含めた手持ちの選手全部の、総合力の合計になってるんだけど、この数値に応じてさ、チーム全体にボーナスかけてくれた方が良くない？って思うんだよね、今の仕組みでやるなら。そしたらさ、まあ、ほとんど中学生でチーム組めるぐらいキャラが増えてきた時に小学生ガチャから引いちゃって、いや星さんだけど外れじゃんっていう時に、まあ、一応控えの選手の選手力増えるからチームのそこでボーナスかかるようにすれば、そっちの方が小学生選手引いちゃった時の救済になってると思うし、その仕組みならサブシナリオのキャラこれから増えてってもそれ獲得していく意味もあるよねっていう気がするんだよね。気がするっていうか明らかにそうだから。でさ、なんて言うんだろう、まあ、ゲームの都合とかでなく、まあリアルに考えても、まあ控え選手の層が厚いとチーム力が上がるっていうのはすごく自然なことに思えるっていう意味でも、なんかこの仕組みにするより
まあ、さっきの全部の持ってる選手の選手力合計したところの数値に応じてなんかボーナスがチーム全体にかかるっていう風にしてくれた方が良かったんじゃないかなって思うんだけどね。ね。いやーちょっとねガチャ動画をね撮るの失敗したのちょっと初めてだからねショックを受けてる。でちょっとなんか雑談みたいなのになっちゃったけど、それでいてねこの優勝1回のやつ引けないからねもうね。あとさもう30年も引いといてなんだけどさ、アルゼンチンピックアップもさちょっとおまけがしょぼい気がするんだよね。シュナの時30年引いたら1回10連おまけだったじゃんっていう、おまけ3メダルかよっていうね。150ってことなんだけど、まあ技1個分じゃん、前10連引かせてくれたじゃんみたいな、サポート1個おまけに入ってんのと一緒じゃん。まあそこはしょうがないかっていうことだけどね。あとさ、見過ぎのミラクルガチャもさ、あと1回だけ回してスキル経験値ボール手に入れとこうかなとか思ったけど忘れちゃったからもうこれに変えるしかないねっていう。なんか今日はちょっといろいろ微妙だったな。これももう来ないから変えちゃった方がいいのかな、それとも挑戦状みたいに取っとけるのかな、応援メダルは。その辺もわかんないんだけど。あ、そうちょっと待って、思い出した。今さ、美咲くんがさ、あとバッジ1個で進化するんだよね。で今俺たちはいつだってベストを尽くしてるぜ。バッチマッチがぶつかる相手は全部倒して優勝だ。いた増えてるので、これをやって終わりにしようと思います。俺がチャンスを作ってみせる。大丈夫、絶対に勝てるよ。いやー、しかしガチャ動画撮れてなかったのショックだわ。決める、いけ、まあね、取れてなかったって言っても星さんも出なかったんだけどね。まあ出なかったから良かったねとは思わないけどね。あーほら、こうやってねマリアもね活躍できてるけどね。もういやー、なんかあの同盟選手ボーナスを考えるとその辺はもう他の選手に変えざるを得ないかなみたいになってるから、何かしらねサブシナリオキャラに対する救済は必要だよね。その辺多分みんな突っ込んでるんじゃないかと予想してるんだけど、どうなんだろう。それとももうサブシナリオキャラはどっちにしろ使わなくなってきてるっていう感じではあるのかな、どうなんだろう。なんかさ、マリアじゃない子なんだけど、長いメイカとかキーパーで使ってる人とかさ、あのちょっとショックを受けない？当然だろ。はい、これでバッジが1個来るでしょう。来てね。はい、ってことで美咲くんを星5にして今回の動画は終わりにしましょう。はい、よーし。はい、ってことでね、ちょっと今回の動画は同盟選手ボーナスに対するなんかこれちょっともうちょっとなんとかしてくんないかなっていう話と、
まあガチャを引いたのに星さんは出ないわ、動画撮れてないわっていう動画でした。ではありがとうございました。あれ出てこない、あ出てきた。